市行政情報番組まるっとつガイドです。明けましておめでとうございます。本年が皆さんにとって良い1年になりますようお祈り申し上げます。今年も津市行政情報番組まるっとつガイドをよろしくお願いいたします。それでは平成31年最初のまるっとつガイドの放送内容です。街の出来事では、12月14日金曜日に行われた定置そば教室と、12月16日日曜日に行われた夢の言葉コンクールの模様をお送りします。前橋町が市政について語るテレビ版市長コラム、今回は健康寿命を伸ばす活力ある長寿社会戦略をお送りします。市政ガイドでは環境政策課からゴミの分別とゴミ出しをお送りします。平成30年全国高等学校総合体育大会インターハイの卓球男子シングルスで優勝した戸上俊介さんと前橋町の対談の模様をお送りします。